今回の動画は1月中旬発売の新刊ラノベをチェックしていく動画です。注目ラノベをがっつり紹介していきますので、ぜひ購入の参考にしてください。動画の最後には単行本ラノベの注目タイトルもピックアップしますので、ぜひね動画最後までチェックしてもらえると嬉しいです。それでは行ってみましょう。今回は1月14日発売の GA 文庫から見ていきます。今月は新人賞作品が発売となりますので、まずは新シリーズから見ていきましょう。まず紹介するのはこちら、陽キャになった俺の青春至上主義。こちらは GA 文庫大賞の金賞受賞作ですね。結構ドストレートな学園青春ものっていう感じのタイトルです。ただ本作ちょっと変則的な要素もあるみたいですね。本作の主人公は高校デビューをきっかけに陽キャとして順調に学校生活を送っているんですが、なぜかフラグが立つヒロインが陰キャ女子ばかりなせいで主人公の思い通りにいかないっていう感じになるようです。ヒロインは恋愛脳な陰キャ女子やイキリオタク的な陰キャ女子、ひたすら性格の良いギャルや男の子系の少年などバリエーション豊かなヒロインが揃っているようですね。主人公がヒロインたちに振り回されちゃうタイプの学園ラブコメになりそうです。公式サイトには三河ゴースト先生の推薦文なんかもありましたが、軽快な文章と個性的なキャラが魅力的で楽しい一冊なんていうコメントもありました。全体的に明るく楽しい青春エンタメ作品となっているようですね。シリアスな要素はなさそうですが、かなり王道な青春ラブコメとして楽しめそうです。金賞受賞作品ですし、そういったジャンルが好きな人はチェックしてもいいんじゃないかなと思います。続いてはこちら、ヴァンパイアハンターに優しいギャル。こちらも新人賞作品で銀賞作品ですね。こっちも学園ラブコメっぽいですが、どうやら主人公とヒロインがどちらも女の子のようなので、ユリ系のガールズラブコメって感じですかね。今ね空前のユリブームが来ていますので、このタイミングで発売っていうのはなかなか良さそうです。ストーリーとしてはごく普通のギャルをしている主人公のクラスに元ヴァンパイアハンターの謎の少女が転校してきて始まる学園ものとなるようですね。ポジティブで明るいギャルとミステリアスなクールな女子の2人が日常と非日常の中で仲を深めていくって感じですかね。表の日常の中では友人たちと一緒に学生らしくごく普通の青春を謳歌していき、ヴァンパイアハンターとしての裏の日常の中ではバトル要素なんかも入ってきそうですかね。ユリ要素のあるラノベで異能バトルラブコメってね意外と少ないので、これはねいいところついてきたんじゃないかなと思います。試し読みを読んだ感じも序盤からテンポよく物語が進むので、なかなかねいい感じでした。ガールズラブコメ好きはしっかり楽しめそうですので、そういったジャンル好きな方は購入してみてもいいと思います。続いてはこちら、新婚貴族純愛で最強です。こちらも新人賞作品の銀賞作品ですね。今月はこちらの3作品が新人賞作品として一挙発売となります。こちらは打って変わってファンタジー系の雰囲気ですが、恋愛要素がメインの作品って感じなんですかね。ストーリーとしてはある日婚約破棄をされてしまった没落貴族の長男である主人公が謎の美少女に一目惚れするところから始まります。そしてそのまま主人公はそのヒロインにプロポーズをして、物語初っ端で2人は夫婦になるという感じですね。どうやらこの世界には婚姻するとギフトっていう特殊な能力が授かれるようで、2人が婚約をしたことで主人公は愛の力っていうギフトを手に入れます。その能力は名前の通り、嫁を愛すれば愛するほど全能力が向上するっていうものみたいですね。ヒロインへの愛情がそのまま主人公の強さになるっていうのはなかなかいい設定だと思います。ヒロインとイチャイチャしながら、人並み外れた力を手に入れた主人公が、活躍していくって感じですかね。どうやらねヒロインには重大な秘密があって、彼女を狙う組織なんかも登場するようです。そんな敵とバトルをしながら夫婦としての絆を深めていくっていう感じですかね。なかなかねいい設定になってるんじゃないでしょうか。企画外の最強夫婦の純愛ファンタジーっていうことですので、気になった方はチェックしてみてください。以上が今月の新シリーズとなります。続いてはシリーズ続刊タイトルですね。まずはこちら、見上げるには近すぎる離れてくれない高瀬さん第2巻。こちらは昨年始まった青春ラブコメシリーズですね。順調なペースで第2巻が発売となります。こちらのシリーズはキャラクターが中学生っていうラノベでは珍しいラブコメになってますね。中学2年生の純粋な恋心を描いていくって感じです。背の低さがコンプレックスな主人公と、中学生にして身長が172センチもあるヒロインと、お互いに徐々に好意を持ち始めていく甘酸っぱいストーリーが楽しめます。派手さはないストーリーですが、相手への興味や恋心など中学生らしい不器用だけど純粋な気持ちを描いていきますので、とてもねピュアな気持ちで見れる作品って感じですかね。最新刊ではサッカー部に入部した主人公が一つ年上の先輩女子と仲良くなったりと、ちょっとね波乱な展開もありそうです。ライバルヒロイン登場となるかは分かりませんが、
主人公とヒロインの関係性にも変化が起きそうですので、どんな純愛ラブコメが見れるのかシリーズファンは楽しみにしていきましょう。続いてはこちら、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件の第8巻です。テレビアニメが放送中の大人気純愛ストーリーの最新巻、しっかりアニメ化タイミングで新刊出ましたね。学校で天使様と称されるほどの美少女に、マンションでお隣同士の主人公がお世話されちゃうお隣さん系ラブストーリーの本作。この手のジャンルが爆発的に増えたきっかけとなった作品っていうのはまあ間違いないでしょうね。このライトノベルがすごいで、ヒロインランキングで1位を取っているヒロインの真昼の可愛さが尋常じゃないので、純愛ラノベが好きなら間違いなく楽しめる作品ですね。まあ、派手さはない作品ですけど、その分ゆっくりと仲を深めていく純愛ストーリーがねめちゃめちゃいいんですよね。そんな本作ですが、最新刊では主人公がヒロインへのプレゼントを買うために慣れないアルバイトを始めるっていう展開となるようで、また新しい環境でのストーリーが描かれてきそうですね。もはや2人の甘々っぷりを描きまくっていますので、糖度マシマシな作品となっていますが、最新刊も激甘なストーリーとなりそうです。それと天使様はアニメの1話が放送となっていますが、まあ、皆さん的にどうだったでしょうか。個人的にはね、原作読んでいるのでなかなか悪くない1話だったんですけど、アニメ初見の人がどう感じたのかはねちょっと気になりますかね。まあ、ぜひねアニメを見た方は感想をコメントで教えてもらえると嬉しいです。シリーズファンはアニメと合わせて、原作最新刊の方も楽しみにしていきましょう。続いてはこちら、引きこもり吸血鬼のモンモンの第10巻です。先日のイベントでついにテレビアニメ化が決定した人気コメディ&バトルファンタジーの最新刊、個人的にもねずっとアニメ化してくれって言い続けていましたので、今回ようやく決まってガチで嬉しいですね。引きこもりの吸血鬼の少女コバニが荒くれ者たちが集まる舞台の将軍になって始まる勘違いコメディストーリーが面白い本作。ドタバタコメディ的な部分の面白さもありますし、他の国との戦争ゲーム的な要素とその裏で暗躍する敵組織とのガチバトルも熱いんですよね。まあ、特にねシリアス要素ありのガチバトル部分に関してはケレン味のあるかっこいいシーンも多くてかなり燃える展開になっています。シリアスもコメディも楽しめるライトノベルとしての面白さをギュッと詰め込んだシリーズだなって思ってます。ライトなユリ要素もありますので、最近のトレンド的にもかなり追い風になってますね。頑張り屋な主人公と敵味方含めて彼女を取り巻くヒロインたちっていう構図が非常にいいんですよね。キャラストーリー舞台設定と全く隙のない仕上がりになっています。そんな本作ですが、直近の展開としては戦乱の続く別次元の世界を舞台に、その世界を救うべく戦いを始める、なかなかねスケール感の大きい展開となっています。シリーズ大台の10巻目ですからね、どれだけ物語が盛り上がっていくのか注目です。そして本作はついにテレビアニメ化決定ということで、すでに PV も公開されていて2023年放送開始と発表されています。まあ、GA 文庫ではもはやおなじみになっているプロジェクトナンバーナインが制作っていうことで、PV を見る限り作画部分ねかなり力入ってましたね。まあおそらくはね今年の10月放送かなと思いますが、まあ、早ければ7月からアニメ見れると思いますので、どんな映像になるのか今から楽しみです。まあアニメを楽しみにしつつ原作がまだ未読っていう方はこの機会にねチェックしてみてもいいと思います。以上 GA 文庫の注目作を紹介しました。本当はね断末の新刊もあるんですけど、発売日が1月24日っていうこともあって、まだね、ちょっと情報ができていませんので、今回は紹介せずに、次の動画あたりで紹介しようと思います。続いては1月18日発売のガガー文庫を見ていきましょう。今回はシリーズ続刊タイトルを2タイトル紹介します。まずはこちら、最強にうざい彼女の明日から使えるバウントレッスンの第2巻です。昨年発売した学園コメディラノベの最新刊、ここ最近発売したコメディ系のラノベの中でも個人的にはかなり推している作品ですね。2巻がしっかり出てくれてよかったです。本作は上流階級の子供たちが集まった学校を舞台にマウントバトルっていう謎のバトルを繰り広げるかなり尖ったギャグコメディになっています。このマウントバトルっていうのは、まあ、自分の自慢話をしたり相手を下げたりしてお互いのメンタルを削り合っていくっていうね、くっそくだらないバトルになっています。それをね学校ぐるみでやってるんですよね。一般人の主人公がそんなバトルにツッコミを入れながらドタバタコメディを繰り広げていくって感じです。一応ねヒロインらしきキャラはいるんですが、まあ、一巻時点ではねラブストーリー的な要素はなくほぼコメディ特化状態ですので、ラノベで笑いたいっていう人におすすめですね。最新刊では負ければ退学という状況に追い込まれた主人公がストレスに耐えかねていきなり学園から逃げ出す展開となるようです。なかなかね斜め上なストーリーですね。あらすじを見ると逃げ出した先でヒロインの一人と出会うようで、若干ねラブコメっぽい要素も入りそうです。そこら辺ねどうなるんでしょうか。というかねちゃんとマウントバトルはするんですかね。いやなかなかね予想できないコメディ展開となりそうです。こちらね気になった方はチェックしてみてください。続いてはこちら、
弥生ちゃんは秘密を隠せないの第3巻です。少し不思議な設定が面白い学園青春ストーリーの最新巻3巻目がしっかりと発売しましたね。まあ、一見するとね、普通の学園青春ものっぽい表紙なんですけど、本作結構いろいろな要素が入ったシリーズになっています。キャラクター設定としては、主人公は他人の心が読める能力を持っていて、さらにヒロインは裏の世界で生きるエージェントっていう一風変わったものになっています。割とね、とんでも設定になっていますが、お互いに秘密を抱える二人がそれを隠しながら両肩重いラブコメをしていくって感じですね。まあ、ヒロインはね、エージェント設定あるんですけど、まあ、そこは正直ね、あまり深掘りされず、あくまで青春ラブコメがメインって感じです。まあ、主人公がピアノを通じてヒロインと距離を近づけるなんていう展開もあって、結構ね、いろいろな要素を詰め込んでる感じですかね。まあ、個人的にはもう少し要素を削ってもよかったかなっていう気はしますが、まあ、少しずつ恋心を持ち始めた二人の距離感が非常にね、いい感じのシリーズになっています。最新巻では隠していた秘密が明らかとなってしまって、二人の関係性に大きな変化が起きていくようです。結構ストーリーが動いていきそうですね。少し不思議な設定が光る青春ストーリーが読みたい方は本作チェックしてもいいと思います。ガガ文庫はその他にも3ヶ月連続刊行で発売中のダークファンタジー、されど罪人は竜と踊る23巻、過保護なヒロインに構われる育成系バトルラブコメ、僕を成り上がらせようとする最強女師匠たちが育成方針をめぐって修羅場第4巻、悪夢の中で繰り広げられる最高アクションストーリーシック第2巻など、シリーズ続巻タイトルが続々と発売となります。こちらシリーズファンは買い逃さないようにしてください。続いては単行本ラノベのピックアップタイトルを紹介しましょう。今回は2作品紹介します。まずはこちら、角川ブックスから1月10日発売となる痛いのは嫌なので防御力を極振りしたいと思いますの第15巻です。VRMMO 系のゲームファンタジーシリーズの最新巻、テレビアニメ化もされている人気シリーズですね。純粋な VRMMO ゲームファンタジーって感じで、初心者の少女メイプルがステータスを防御力に極振りしたことで、ゲーム内でも一目置かれるプレイヤーになっていく、まあ、ライトな無双ストーリーが楽しめます。まあ、ギルドを組んで仲間たちと一緒にゲームを楽しんでいくって感じで、他のギルドとのバトルなんかもありますが、かなりライトに楽しめる VRMMO ファンタジーになっています。PVP 系のいろいろなゲーム内イベントが描かれてきますので、ゲームファンタジーが好きなら確実に楽しめる作品ですね。最新巻では白熱する大規模対抗戦の中でトッププレイヤーすら脱落する激闘が描かれていくようです。登場するキャラクター数もかなり多くなりそうですね。こちら半年ぶりの新刊ですので、シリーズファンは楽しんでいきましょう。まあ、それとこちらのシリーズ、アニメの2期がついに放送開始ですね。まあ、1期のアニメから3年ぶりということで、かなり期待している方も多いんじゃないでしょうか。まあ、アニメの1期がね、かなり良い出来でしたので、個人的にもかなり楽しみです。まあ、もうそろそろね、1話が放送になりますので、もしね、動画を見たタイミングで1話放送になっていましたら、感想なんかね、コメントで教えてもらえると嬉しいです。続いてはこちら。電撃の新聞芸から1月16日発売となるリビルドワールド7巻を紹介します。こちらは電撃の新聞芸を代表する大人気 SF バトルアクションシリーズの最新巻ですね。まあ、7巻って言ってますけど、上下巻でね、何回か出ていますので、まあ、実質的にはね、もう11巻目ですね。科学文明が崩壊した世界で旧文明の遺産を求める新米ハンターの少年アキラが謎の美女アルファと出会い、ナミールハンターの中で頭角を現していく本作。スラム街から主人公が成り上がっていく爽快感と、壮大な世界を舞台に描かれるバトルアクションがね、非常に面白いんですよね。最近電撃の新聞芸ではアンネームのメモリーがアニメ化決定しましたけど、おそらくね、次にアニメ化が来るならこのシリーズだと思います。アニメ化ね、かなり大変そうですけど、それだけ魅力的なシリーズになっていますので、いや、がっつりね、お金をかけてアニメ化してくれないかなと期待しています。そんな本作ですが、前巻で物語に一つの決着が描かれていまして、最新巻からは新章が開幕となります。さらなる強さを求める主人公が新たな都市を訪れるストーリーとなりますので、新展開が楽しめますね。まあ、新キャラなんかも登場しそうですので、果たしてどんなバトルが繰り広げられていくのか楽しみです。今後も要注目な SF バトルアクション作品なので、未読の方はぜひ手に取ってみてください。まあ、コミカライズのね、クオリティなんかも非常に高いですので、そっちから手をつけてみるっていうのもありだと思います。以上、単行本ラノベのピックアップタイトルを紹介しました。ということで今回は GA 文庫とガガ文庫を中心に紹介をしていきました。気になったラノベはあったでしょうか。ぜひね、コメント欄で購入するラノベなど教えてもらえると嬉しいです。次回はファンタジア文庫を中心に紹介していきますので、そちらも楽しみにお待ちください。それでは本動画はここまで。また次の動画で会いましょう。さよなら。